はい、どうも。今、私がどこにいるか、わかりますかね？まあ、実はね、火星にいるんです。で、今日はですね、この火星から出発して、まあ、地球のどこか、地球のまあ、どこか決めてないんですけど、どこかを、まあ、無計画に、旅してみたいなと思っています。はい。今ちょっと火星なんで、うん、まあ火星もいいんですけどね。ちょっと火星は、うん、初心者にはきついので、まあ地球のどこかを、まあ、旅してみようかなと。昔ね、所さんのなんちゃらかんちゃらってダーツの旅ってありましたけど、まあそんな感じです。どこがいいですかね。はい。2本ついてますね。これはまあ、拡大するとちょっとバレるんで。ですけど、どこがいいですか、ね、海の真ん中とかよりもやっぱ、ね、地上がいい。いいかな。オーストラリア。サウジリビア。ヨーロッパ。そうだな。アフリカのどっかにしようか。南米もいいな。南米にしよう。じゃ、この辺。チリのどっか。チリのどっかを、まあ、ちょっと旅してみようかなと。はい、来ました。なんか、いきなり原住民に会いましたけどね。はい。して、下にちょっと地図を表示して、まあ、これをフィントに。道がない。道がないってのはやばいですけどね。うん。ああ、まあ、うん。まあ、これをね、ちょっと片手に地図を持って、で、アポなしでぶらり旅をするみたいな、そういうイメージですかね。あ、なんかすごいところ来ちゃいましたね。うん、なんだこれ。今これ人が、ここ、わーってやってるかと思ったら、なんか水路ですね。で、なんか服があって、これ観光客ですか？なんか人いますね。何やってんだこれ。なんだろうな。うん、わからない。観光。とりあえず、は太陽。眩しいですね。どこ行けばいいんだ？こっち、この辺。とりあえず道に出ましょう。はい。道に出てそうだな。あれ？これ南半球だっけ？北半球だっけ？チリ、南半球か。ちょっともうちょっとじゃあ北に行ってみましょうか、ね。赤道の方に。多分ね。ちょっとあんま確認しないで行っちゃったんで。周り、うろうろ。はい。ちょっと景色を眺めながら、ちょっと歩いて、ブラブラ歩いていきましょう。いや、やばいっすね。本当にね、一人で、ここに降ろされたら、うん、結構絶望しますけどね。私はね、海外旅行って行ったことないんですよね。海外行ったことなくて。国内もあんまりその旅行する方じゃないんですけど、でもしたいなと思ってるんですけどね、いつかね。国内も海外もね、行きたいところは結構いっぱいあるんですけど、まあなかなか行けてなくて。で、今回ちょっと、まあ今夜中なんですけど、まあこうバーチャル空間というか、バーチャル、いやでも、俺も現実にあるからバーチャル空間ってわけじゃないんですけどね。旅はバーチャル経験ですけど、場所自体はね、現実にあるところですかね。2015年ですか。7年前の。はい。すごいね、これ。だってこれなんか、落っこってきそうで怖くないですか？台風とかなんか、ハリケーンとか来たら、なんか、崩れそう。なんだろうな、このボール、すごいな。もともとここ、山だったんですかね。それを、
って道にしたのかわかんないですけど、もうそんなわけないか、広すぎるから。あ、でも車ちょこちょこありますね。な、UFO の田舎でもない。スポーツジムがあるんだ。ん？スポーツジム？スポーツジム、ん？スポーツジム、ちょっと通り過ぎちゃったけど、スポーツジムがあるんで、ちょっと、え？パブリックホットパス。ああ、の、公共の温かいお風呂。なんだこれは。ああ、でもしかも洗濯できないや。パブリックホットバスってなんか行ってみたいんですけどな。なんだパブリック。え？ここ？なんかこの奥に温泉みたいなのがあるのかな？ああ、なんかあるわ。ああ、これか、スポーツジムというか、なんか温泉、天然の温泉みたいなんだ。で、今、女性ですかね。もう別に裸になってるわけじゃないですけど、なんかいますね。なので、おそらくこの奥の方、あ、この洞窟の中かわかんないですけど、まあ温泉みたいなのがあるんじゃないですかね。多分。はい。まあいいや、先に進む。あとキャンプ場があるな。キャンプ場そこまで行けるのかな。結構道から外れてるかな。いや、道って偉大ですよね。考えるとね。砂漠とかがいかに絶望するかっていうの。やっぱ道がないとさ、森の、まあ、樹海の中とかさ、道があると人間落ち着くんだよね。多分ね、それ本能でしょうね。割と車ありますね。で、この辺なんか、ね、石なんかも整備されてさ、観光地っぽい雰囲気あるよね。ポトシ。ポトシっていう、ね、人生で初めて聞きましたけどね。ああ、なんか車がね、これ観光バスっぽいもんね。チリってやっぱスペイン語なのかな。でもこのトラックとかさ、なんか日本っぽい雰囲気もあるし。プライバッドスってなんだろうな、プライベートってことかな。で、左側に、うん、左って、これで言うところのこっちだから。西側ってことか。ここか。なんか観光地っぽいな。キャンプ場ともあるしさ。エルタンボ。バルネオリ。わかんないですけど。なんかね、さっきの温泉っぽいのもあったし、もしかしたら温泉出てさ、観光地になってるのかもね。なんだこれ。インテル。ん？エンテル？インテル？ん？なんだろうな。一瞬インテル入ってるのインテルか楽しく、なんか違うよね。なんだろうな。まあいいや、世界広いからな。ちなみにこれ特にどのくらい旅するかも決めてないですけど、今8分くらいか。面白いからだ。面白いからあっていう間の8分だな。あ、なんか、ここはコカ・コーラ、さすがだな。世界中どこにでもあるね。スーパーポピュラー。ああ、むっちゃ有名、むっちゃ人気あるってことですね。で、コーラの隣のこの看板なんだよな。フレスキアクアセディス、なんだろ、ガムかなんか、板ガムっぽいよね。なんだろうな。うん。まだ看板あるから、なんかこれでなんか広告料とかもらってんすかな、コカ・コーラ。それともなんか、アートで、勝手に書いてんのか、まあ、そんなわけないんだよね。なんだろうな、結構人が増えてきたな。うん。屋台、ああ、なんかお店が出てるね。なんだろう。人がいて、観光客になんか売ってるのか。何売ってるのこれ。よく見ると結構謎だよね。何これ。ディズニー、プーさんっぽいのがなんかいるけど、プーさんなのかな、わかんない。なんだろう、現地では有名なキャラなのか、ご当地キャラとかわかんないけど、なんか風船とか
あ、水着か。水着に浮き輪だね。まあタイヤはこれはまあ押さえてあるだけでしょうけど。そっか。多分だからさっきの温泉みたいなのっていうところはまあお風呂っていうのもあるけど泳げるんじゃないの。そうだ、プールに近い、温水プールに近いようなイメージかもしれないね。わかんないけど、冷たいかもしれないけど。水着でもね、女性ものしか売ってない。ああ、こっち倒せ。わかんないけど。うん。でも、なんか、水着売ってって。で、こう飲み物売ってるもんね。うん。だからここ観光地なんだろうな。まあ、海外の人とかさ、地元の人も行ってるかもしれないけど。なんか、雑貨屋さんみたいな。ね、なんか飲み物売ってるもんね。黒髪ですね。黒髪の人が多いのかな。なんか重たいもん運んでる。まあ、いや、先行こうか。なんだろう、この先何があるんだろう。バレンセプリスミランダ。わかんないな。まあ、いや、とりあえず先行こう。さあ、信号が一個もないです。ああ、ちょっと待って。今のこれ、電線？ちょっと戻る？ん？さっき上と電線通ってなかった。で、気づいたんだけど、電線があんまない。あんまなくてたまに、うん、会って初めて、あ、そういうのはなかったな、と。そっか、まあ、普通の道路にはないんだな。住宅があるところに、ちょっと引いてあるっていう。だから街灯なんてないですよ。これ電線がねあるとあーあーって感じだよね。そうあって当たり前だとさ気にしないんだけどさ、ないところに突然あるとね気になるよね。なんだろう、ここもなんかキャラクターグッズが売ってるけど、なんだかわかんないね。ポケモンとかいるかな、わかんないな。なんかアヒル、これこのアヒルなんか日本にもいそう。うん、わかんない。なんだろうな、このエンテルって人がいる。うん、車が結構止まってるな。こっからまた荒野に行っちゃうのかな。あー、なんか見事に何もないな。何もないところでも歩くか。いや、なんもないって言ったら失礼で、それはまあ、味方の問題だよね。山があるじゃないですか。山というか、崖。うん、自然があるじゃないですか。あ、電線だ。太陽。うん。太陽は北側にある。やっぱ、南半球だからかな。東から登って、北を通って、西に沈むという。ここね、道路これ広いのかな、狭いのかな。あ、広いか。さっきの通りむっちゃど真ん中通ってたけど、まあすれ違うのは全然余裕だね。あ、電線あるな。気づかなかっただけだね。なんか生き物とか映ってないか。まあ、植物も生き物って生き物だけど。なんだろう、植物。わかんない。まあ見るからに乾燥してるから乾燥に強い生き物の、いや、植物なんだろうけど。なんだろうね。やぶっていうかさ。ええ、なにこれ。わからん。まだ道路割と整備されてるね。これはね、人間の手が入ってる感じがするね。そう、太陽を目指して北上してます。今から何キロくらい行ったんだろう。なんだろうこれ。北上し。いや、これは。
これ喉乾いてくるよね実際いるわけじゃないんだけど、多分なんか暑そうなね、見るからにね暑そうな感じだし、これは水分がないと死んじゃいます。なんか人がいた、なんだろう、ああなんかお子さんを抱っこ紐で抱っこしてる、抱っこじゃおんぶか、おんぶしてる人が、なんだろうな、こっち見てるな、あ、Google の車だとか、そんな見てないでこっち早く行くよとか、そんな話してるんですかね、わかんないですけど、ずっと北行ってるんだけどさやばいな、なんかその何もないって言ったらやっぱ変なんだけど、その人工的なものがない、いやまあ道路は人工って人工だけど、お店とかさ、街とかさ、そう、うん、だんだんきつくなってきた。いや実際歩いてるわけじゃないんだけどさ、でも疲れるよね。あ、なんかここも人がたまにいる。よく考えたらさ、歩きであれさっきの人も結構これ私クリックでカチカチやってるだけだから、まあ疲れたって、まあ、主に精神的疲労なわけですよ。実際歩いてるわけじゃないから。この人たち歩いてるからね。あ、なんだろう、なんか手に紙持ってヒッチハイク。わかんない。あ、でも、このさ、スカーフみたいなやつ、なんか南米っぽいよね。いかにも。南米のちょっと、雰囲気を感じるな。名前わかんないけど。で、結構暑そうなんだけど、暑着だね。暑くなくて寒いのかな？寒いかもしれないし、もしかこう日差しがやっぱ肌に悪いから暑いけど、着るとかっていうのがあるかもしれない。帽子もね、結構、こう、冬に被るようなニット帽みたいな被ってるしね、子供がね。あ、でも水じゃん。これ川流れてんじゃん。だからさ、チリっていう国と、まあ、この風景のなんか、なんとなく乾いた感じから暑そうって言ってきたけど、そんな暑くないかもね。ああ、もしかしたらさ、高さが高いからってあるかも。標高というか、そう、高度が高いとさ、涼しかったりするじゃん。また人がいた。歩きだね、普通にね。なんだろう。なんか、この靴かっこいいな、旅みたいな。いや、ん？あ、違う、足まくってんのか。うん。でも、これほら、影がむっちゃちっちゃいじゃん。だ太陽高いんだよね。だ暑いとは思うんだけど、太陽が高い位置にあるんだよな。うん。もうちょい歩くか。結構こう大股で歩きましょう。大股で建物だ。久しぶり。建物っていうのなんだろう、これ倉庫。レンガの倉庫みたいな。ん？うん。こっちな。あ、またなんかあった。倉庫みたいなさ。なんだろうな。家なのかな？家かもな。電線入ってるしな。電線あるけど、水道とか、どうなんだろう。これなんと、これが井戸。もしかして。いや、井戸じゃない。うん、なんだろうな。わかんないけど。うん。
あ、でも建物もね。なんだろ、NFK。なんだろ、この扉なんか趣があるよね。外国って感じがする。なんだろ、これ。あ、なんか看板がある。何これ。エスタ、なんちゃろ。ほう。何が書いてあるんだろう。わかる人いたら教えてください。もしかしてここ行き止まり、これ行き、ストリートビューの行き止まりだったら行き止まりまで頑張っていくか。なんだろうこれ。黒い。わかんない。タンク。水でも溜めてるのかな。またね、ちょっと集落っぽいところに来ましたね。なんか穴開いてるけど、なんか石でもぶつかったんですか。でも人がいなくなっちゃった。やっぱ人間一人じゃ生きられませんからね。人間見ると落ち着くんだよね。入り組んできたね。狭そうな感じがする、ね、なんかこう映画に出てきそうなさ、スプリガンとかのさ、ここはなんかほんと細い道に来たね。あ、これ行き止まり、これで、あ、これ行き止まりだ。で、こっちが、なんだろう、これ。M ってな、これ何のものかわかりますか？ヘシエンダモングロ。なんだろう、このマーク。M ってなんだ。あ、行き止まっちゃいましたね。どうしよっかな。この近所に、なんか、旅できそうなところある。他に、あ、なんかここにレストランあるじゃん。アイスクリーム屋。ちょっとズルしてこと飛んじゃうか。うん、ちょっとアイスクリーム食べたいわ。アイスクリーム食べたら終わりにしよう。終わりっていうか、うん、一旦ね、旅を終えて我が家に帰る。アイスクリーム屋どれだ。うん、もうちょい先？いや、ん？もうこの辺のはずだよな。あれ？通り過ぎた。ん？アイスクリーム屋は？なんだろうか、看板がある。角度的に見えない。これ？アイスクリーム屋。トトラデヘラデリカ。読めない。パトリモニオ。読めない。え？アイスクリーム屋。アイスクリーム、あ、これがいつアイスクリーム屋なのかな？なんか一応ね、テーブルあってさ。ほら、なんか看板あるからさ。メンターで、もうちぇ。ヘラデオ。ヘラデリア？うん、わかんないけど。ヘラドス、あ、この看板みたいなのが、ちょっとアイスクリームっぽいね。これアイスクリーム屋だ、多分。営業してるのか。それはわかんないけど。
私、お客さんとかいないから、いつもこれアイスクリーム、ここがアイスクリーム屋だ、多分。売ってるのかな？看板出てるから、看板出してる人いるんだな。ん？ちょっと待ってよ。これが、アルカラダサ。あ、わかんないや。これ、まあ、道路の真ん中に、ポールが置いてある。ここに置くかっていう。なんかアイスクリーム食べた気があんましないんだけど。うん。なんか、もうちょい。なんだ、よかれ。ちゃんと食べたいんですけど。これ以上レストランか。ちょっと飛んじゃう。ん？これ？これ？これ？あ、これかも。うん。うん。方向的にこっちか。あ、こっち？ん？このレストランマークが結構謎。うん？わかんない。これが食べ物屋さん？わからん。いや、なんかもうちょっとちゃんと食べたいんですよ。ちゃんとお腹たまるもの。あ、ガソリンスタンドある。ガソリンスタンドになんか売ってないかな。昔さ、カーネル・サンダーソンとか、ケンタッキー作った人、もともとガソリンスタンドで働いてたはずなんだよな。え？ガソリンスタンド？これ？ガソリンスタンドって。これ？わかんない。あ、ホテルがあるわ。ホテル行ってこう。もう疲れた。ホテルどこだよ。うん？方向的にはこっちなんだけど、見えないんだけど。山の上とかにあるのかな。上から見てもさ、なんかないよね。なんもね。まあ、ないもんはしょうがないんで。もうちょっとなんかないかな。この辺も結構入り組んでるな。自然だね。ほんとね。ここら辺はもうめんどくさいよ、道が。スピード出せないですよ、これは。うん、自然の地形だね。むっちゃ曲がるじゃん。急カーブじゃん。あ、でもここなんかでっかいね、街みたいな村みたいな、あれだね。ここすごいな。でも盆地だよね、多分。暑いんじゃないかな、盆地って。で、あと、洪水とか来たらこう沈んじゃいそう。ほら、すごい曲がるじゃん。すごい曲がるじゃん。まあいいや。あれ、ここでもできる。あ、小学校あるじゃん。あ、でも、ここ、あ、ストリートビューで行けない。だから、Google のストリートビューが入れないくらいのところにある小学校だから、あ、やっぱこういう道だよね。こういう細い道を行った先にあるから、まあ、通う子は大変ですよ。高木記者。知ったか。なんか美味しいもの売ってるところとかないかな。わらが。ないってとかやばいって。
お店で食べるんじゃないんだよな、多分な。家で作って食べるんだろう。あ、ショッピングモールじゃん。選択できないけど。だこの辺さ、Google の人たちもちょっと頑張ってほしいよね。細いところも。うん。そう。こういう細いところもちゃんとね、旅行できるようにしてくれたら嬉しいよね。なんか看板。なんだろう、さっき見た。このマークさっき見た気がする。で、教会なんだ。教会？どれが教会？これ、これ、ん？これ。わからん。教会っぽ、教、なんか十字架がないからさ。わかんないや。もうラッチが開かないから上から見ちゃう。なんちゃら教会。ああ。パプテスト教会。なんかこれでお祈りとかしてるんですかね、口コミ。無言。この人は現地の人ですか。ローカルガイドは現地の人なんだろうな。うん、あれ今どこを旅してきたんだ。こっちのこの辺から来たよね。この辺からこうに行って。あ、壁画っぽいね。はい、うん。遺跡だな、多分。なんか古代のさ、まだこう、ヨーロッパの人とか到達してない頃の、ね、遺跡っぽいね、ほら。うん。ほら、なんかこう、馬とか鹿とか、そんな感じ。遺跡だね、これはね。いいじゃん。なんか観光名所っぽいところにたどり着けた。じゃあ今日こんなところにしましょうかな。何分やったこれ。あ、もう30分だ。まあまあ。30分でね、治療、旅行できたと思えば。うん。まあ楽しかったです。はい。じゃあ、さよなら。